前に。あ、そこから開ける。あ、フロントトランクまで大きくないですね。後ろも正確ならご覧いただければ。あ、はい。ああ、これか。LT2 でしたっけんで。型式まではちょっとよくわかんないんですけど。確か 6.2 リッターですね。6.2 ですね。フランスの 6.2 ですね。スーパーチャージャーまではついてないですね。ついてないですね。自然吸気ですから。はいはい、はい、はい。で、ここの部分に、屋根入れられます。屋根外して。ああ、はい。コンバーチブルみたいな。そうですね、コンバーチブルっていう表現をすると、ちょっとこのリアのデザインが連動で、ここに完全に屋根が収まるような形になります。ああ、はいはい。はい、ああ、となると、あれ、ポルシェで言うと、なんていうんでしょう、タルガ。タルガ、タルガのイメージですね。はいはい。はい、あとは、アベンタドールのロードスターみたいな。ああ、そうですね、はい。ああ。頭だけ取れてる。はい、うん。で、これだとバッテリーのついてるところが前にあるのかな。あ、前側の、はい、あのところに手前側にある。ああ、はい、やっぱ重量配分的にあれなのかなって。そうなんです。こういう感じのギアベースとしてはこういう感じ。ああ、はい、はい。LT と 2LT はまあ、こうやってカーボンからね、厚みたりとかそういう感じぐらいで、基本的なものは全部、まあ、ホイールが違う。はい。おそらくミッドシップにすることによって重量配分がいいとは思うが。あ、どうも、はい、じゃあ失礼します、はい、赤いのマーク、はい、ちょっと待って、はい、違反ってのもなんか結構違和感があるよ、これ別に。おぉ、すごいな、このエンジン音。サイド。あ、こっちか。はい、ちょっと低すぎる。この辺か。OK です。はい、これだ。じゃあちょっとシートベルトしていただいて、はい。あ、大丈夫だ。で、ここに空調系があって、はいはい、シフトがここに、はいはい、ありますね。ボタン式。そうですね。ボタンというか、これはね、引っ張るような感じなんです。引っ張る、はい、ああ。これ基本でドライブにする。こうすか、はい。ああ。で、ここにモードがあります。右にクリック回していただければ、今、ツーリングからスポーツに変わって、さらにもう一個回すと、あ、まあ、逆に左に戻せば元に戻っていくっていう感じです。はい、マイモード？マイモードは、インディビデュアルっていう表現すると分かりやすいと思います。ああ、はいはいはい。はい、でそれでいけますね、はい。つまみも結構重めで。そうですね。あとなんか、ブレーキも結構重いですね。ただ、使いやすいと思いますね。あ、そうっすか。はい。いろんな車にお乗りなので多分わかると思いますけれども、はい、この車のその、まあ、なんていうんですかね、こう、スポーツカーなので、はい、そういった意味では、このぐらいのタッチ感がある方が、フィーリングとしては掴みやすい。ああ、はいはい。ですね。なるほど。じゃあ、そのまま行きましょうか。じゃあ、飛んじゃう。はい。じゃあ、行きましょう。インテリアまで思いっきり変わったコルベットです。いかにもなんか未来的。そうですね。車線は、この車線で結果です。はい。もうちょっとして左側に逸れていってもね。はい。かなり目線低い位置にあるから。
そうですね。ただ乗り心地としてはこうやってちょっとボコボコしてマンホールとかこうで何とかこう乗りますけど。確かにそうですね。決してカパークはないですよね。ちょっとまあツーリングになってるから余計に。はい。足回りも決して弱くない、強い感じは。まっすぐ。まっすぐ。曲がらない。はい。はい。なんつうかもう、振動が直に伝わる作りで。よし、それでは。ちょっと。ジャックしますので、これ左側車線でも接できますね。この左側車線で、はい、接してください。はい。じゃあ、まあ、ダイヤル回していただいて、スポーツにしていただいて構いませんので。はい、かなり加速力強いな、すごい。あ、そっか、赤いエイノマークついてるからか、もしかしたら。赤いのマーク、スティングレイ。なんかついてるからっていう表現はちょっとわかんないですけど、はい、はい、コルベットって言ったらスティングレイが伝説だから。スティングレイって言うとコルベットのイメージが強いんですけど、うわ強い、車間距離があっという間に詰まる。ならない感があるか。ああ、そうですね。まあ、ブレーキ踏んだ時のバランスもすごくね、いいと思いますね。はい。やっぱりこれを狙って作ったのかなと、そんな感じがしてきた。良くも悪くも、確かに前のコルベットのファンからしてれば、批判はあるとは思うけど、ね、この感触はやっぱりすごいなと。ゴツゴツしているような感じがしますよね。そうですね。
回市場は SNS か何かで見つけられたんです？そうですね、Facebook の、ここは結構入ってましたね、ここ入ってたんですね。で、最初、東京さんの方で応募したんですけど、それが落ちて、はい、2回目のちょうど東名横浜さんのところもあったんで、よかったですね。それで当選したって感じですね。ここですね、左に行きますので。左、はい。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございます。もし気に入ってくださったのならばチャンネルのご登録をお願いします。登録ですよ、登録、みんな待ってますよ。